这一次的青山行步径，制作线上的也做线下的，而且他这一次就是选在天坛的寒岩，也就是寒山寺，生活、修炼的地方，所以很有禅的意思。作为书法来说。 书法其实和禅也是有很密切的联系的，像苏东坡就讲有禅中书，黄山国说，书家有笔，就像禅句中有眼，所以作为禅来说，它有顿悟。 作为书画创作来说，它有灵感，其实一种诗意，一种禅境，都是让我们的艺术，更加的有一种超越和提升。嗯，初めまして、私は日本の書作家、日本の人です。桜井です。 今回は日中合同の展覧会に出品させていただきありがとうございました。バーチャル仮想展覧会は初めてで、想像を抑えながら精一杯の作品を制作させていただきました。どうかこの展覧会が新しい文化を発信し、世界の地に 終わることを期待しています。私は現地に行けず、日本で見逃しかえませんが、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。